方山川穂高さんの強制わいせつ致傷罪、警察庁指定の重要犯罪だった。示談できたとしても罪の重さは変わらず、どうも山川は勘違いしているようだ。強制わいせつ罪は、2017年に刑法が改正され、申告罪ではなくなっている。申告罪とは、被害者による告訴がなければ起訴することができないと定められた犯罪のことだ。だから、被害者と示談が成立するなどして、被害者が告訴を取り消せば、起訴されることはなかった。それが申告罪ではないとなると、捜査当局の判断で罪に問われることになる。金を積んだり、謝ったりすれば済む話ではない。検察の統計によれば、2020年に強制わいせつで逮捕された被疑者のうち約92が勾留されているというデータもある。さらには、強制わいせつを含む性犯罪はここ数年急増していて、日本の治安を悪化させる要因ともなっている。ゴールデンウィーク明けの先週は、東京銀座の高級腕時計店に、人目もはばからず白い仮面で顔を隠した強盗が押し入ったり、中学校教師が殺人容疑で逮捕されたり、物騒な事件が相次いだ。これを受けて、私は日本の治安の悪化について事情をまとめている。そこでも言及していることだが、警察庁では治安情勢の観察の指標として重要犯罪を定めてその数値を毎年まとめて公表している。この数によって、治安情勢の良し悪しの目安になる。重要犯罪の中には、殺人、強盗、放火、略取誘拐、人身売買と一緒に強制性交など、強制わいせつが含まれる。ガチモンやん。ケセ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 。マジで起訴されそうで草。こいつの身柄なんで拘束されないの。逃亡の可能性が低いから。一般人でもこの程度の犯罪やったら身元抑えられてる限り逃亡なんてしなさそうやけど、逮捕されてまうんかね。一般人と顔が知られてる有名人一緒にしたらあかんやろ。記者に突撃された時もヘラヘラしてたしな、本当に事の重大さを理解できてないんだと思ったわ。無理やりの証明をするのって結構難しくね。不起訴もあるやろ。山川の逮捕はオールスターゲーム待ちやろ。投票したキッズがかわいそうやん。むしろオールスター前の方が晒し者になるんだが。山川ガチで絶望的やな。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。